さんこんばんは、池助です。本日2024年、5月14日、21時46分、先ほどニュース落ちないんで、あの天気予報を見た時に明日ね、あの一部の地域で雷がということで、まあ、秋田県のあたりだとか、それね、本日動画でアップロードした昨日あの警察に通報していた内容など、そういったところを、まあ、見てもらったら、まあ、ゲオに関する内容のところを見てもらったら、分かります。昨日アップロードした内容、そのまあまあまあ、あの内容見てもらったら分かりますと、なぜ秋田県に雷が落ちるか、秋田書店らしいです。あの漫画でバキっていうシリーズがあると思うんですけども、その列外伝列かようっていうキャラクターがいて、外伝の方でね、秋田書店さんがだいぶそのキャラクターを使ってなんか異世界に転生したとかが遊び始めて、もう7巻見ても昨日大笑いしてましたよ。本人にそっくりにこう化けてきて、それ見破られて、何回もあの殴られてるんですけども、その見破られたその悪者とされるキャラクターが全部顔面にパンチ入れられて、2回目も見破られて、3回目も4回目それももう普通にあの普通にそこ笑うところだよその前の話もだいぶ笑ってしまいますよ首なしの騎士か何かでデュラーンっていう自首せなあかんかったやつとちゃいますか自首しなかったから首がないっていうもう大体笑うところですね。あの真面目にこう真面目に書いてるように見せかけないこんな描き方したら絶対笑われるやろって分かっていて書いていて、あとその「清廉」っていうね、人魚のキャラクターで胸が見えてたんですよ。で、もうそれが原因なのか何かわからないですよ。で、僕もあの、いろんな漫画業界言ってるんですよ。その、軽犯罪法とかでも、胸も、もも、尻を見せてはならないとかありますし、刑法175条で、わいせつなものを、あの、分布させてはならないと。で、ゲオに当たるとコーナーがあると。で、僕はそれを借りてないと言ってるのに、むしろ、ちゃんと書類活かしたものを持っていったんですよ。刑法175条に抵触するから250万円以下の罰金で、あと他の罪とかもついてくるからと。で、ゲオというチェーン店で行っているチェーン店で鎖繋がれるのも大体そうだから、組織的な犯罪とかいろんな法律くっついてくるから全然もうそれ笑い事じゃないから、もうそこで六法全書広げて、何回かもう思い出しました。もう何回か僕そこで六法全書広げてます。175条、あのそれプラスね、あの組織的な犯罪とかわいせつな画像とかそういったところに関するあの法律名書いて、で、まあ、1ページほどのものなんですけどね、あの全部書き始めたら何ページになるか、また言い訳するから、それだったら会社の方に言ってくださいとか言い訳、君がここの会社国本っていう人だったんですけど、眼鏡をかけたんで男性の人だったんですけど、また黒い武器出るんですよ。わかんないですよ。でも僕は借りただけの内容でいくと、その列かようのね、一向に構いませんって、その構ってばっかりいるのに、その旅の旅行の一団の人たちのことをご一行って言うじゃないですか。ご宿泊施設、昔旅館でね、何々様ご一行ご宿泊と、まあそういうふうな、看板がこう、まあ、部屋のところにね、掲げられてるわけですよ。
それがなかったらなかったで、誰が宿泊しに来てるかわからないから、みんなどこの部屋行ったらいいかわかんなくなるから、目印しかないと。一向に構わないと。構ってばっかりいるじゃないっていう、で、使いようさ。相手から近づけてきている以上ね、まあ大体しょうがないの話です。正当防衛民法720条と、刑法38条の方なのか、民法の720条の方が回避行動付きだからそっちの方がいいような気がすると、まあ私としては思うところなんですけども、あそこでそのセイレーンがね、その胸丸出し、その僕だって漫画見てみなかったわからへんから。その話を、だからもう言ってるんです、僕は、もともと、漫画業界に。もう、だからもうそれ、ベルセルクの、その、作者の人も死んだことになったんですよ。内容きつすぎるから、本当に。やりすぎ、本当に。その、特にね、その女性云々とか、良くないシーンだとかね。そういうの全部一切合戦、省いていればよかったのに、本当に。そういうのが入ってくるから、もうみんな評価できなくなって。ほんとほんとほんと、もうやりすぎで、また、もう淡井圭介と関わった、実物の人間のね、人の顔に一時期キャスカというキャラクターも似せたりしていたから、もうびっくり去年する。皇居行って追い返された後、在来線で帰る云々の話になって、で在来線に乗ったらそのキャラクターの顔にされてた女性がね、目の前に座ってたんです。ナルトルレッサンスリゾートホテルで働いていたアリーさんならその人物分かると思います。そこで店長していた警察官の人、僕も後でその人は1回か2回僕に自分は警察官だからっていうことを最初の方に教えてくれたんですけども、いきなり店長として現れて、僕警察官だからって言われて、この人何をわけわからない状態。そういうふうにしか受け止めれないです、本当に。僕の働いてる先々で、その警察官の人とかね、店長とかで現場で働いていたっていうこと、僕が認識できてなかったんですよ。とんでもない長時間労働とかね。しょっちゅう、こう警察手帳とか見せてくれたら覚えるかもしれませんよ。だけども見せてくれてないから、しかも偽名使ってるから。何言われてるか聞いてる方もわからないから、本当に。それこそ政府なんか書類を求めてくるでしょう。僕だって書類貸して渡してほしい。片っ端、誰が偽名使っていて偽名使ってなかったのか。覚えれるわけない。働く先々でもう、こんだけ仕事場人材派遣会社とかでたらい回しになってるのに、人材派遣会社じゃなかったとしても、大体もうみんなそうなってるんですよ。ほとんどの人が世の中の。で、その中でね、書類化しなかったら、もうずっと覚えておけるわけないじゃないですか。後で思い出す方の身もなってくださいよと。何がどうなってたか、もうみんなが自分がどういうふうな状況だったか、どういうふうに相手のことを、どういう人だと思ってたか、警察官だって分かってたかどうかとか、全部ちゃんと言った方がいい。わかんない。もう、それね、秋田書店さんが書いてたんですよ、その、列海王のその外伝の方で、まあ馬紀の外伝の列海王のご一行に変わって変わってばっかりいる。だってそのセイレンの人胸あるから女性なのは分かるんですけども、顔デュラーなんで男性あとなんか叫んでることいやいさをそこも爆笑いやいさをぐらいだったら一般人の人にも分かると思うんですけども、礼儀作法とかの作法、いやいさほだっていう言い方をされたら、もうそこから本当はね造語で作り言葉なんですけども、まるで礼儀作法がなってないようなことを言ってるように聞こえるでしょ。自分が礼儀作法を守らなきゃならない立場になった時
時間に余裕のある人じゃなかったら無理だから忙しい仕事現場でお客様になんとか敬語で短い言葉で済ませて、あとはあの次々次々動いていくしかなくなる。で、やいさ法の本当の意味は、いやのイベント、平家と源氏のあの話、もともと両方とも天皇家の子孫だったらしい。もともと瀬戸内海で弓矢でね、矢打って、で、的をね、本当のところの話分かんないですよ。陸から撃ったのか、まあ、船の上にね、的を乗せてるだけでもだいぶ厄介なのに、自分が船の上で、的まで船の上、波で揺れる。それ当てるんですか？そのイベント、当てるまで終わらんかったらどうなの？戦したことにしておく。昔の教科書でちゃんとね、源氏と平家のイベントで、あの、瀬戸内海で矢を射るっていう、そういうイベントがあったって、そういう教科書があったんですよ、ちゃんとした教科書は。で、あの、武蔵坊弁慶は、あの、この、なた振り回して、こう、足の上で夜中待ち構えてたんじゃなくて、あの、京都の役人さん、ちゃんと武器とかはここに置いていきなさいよっていう回収をしてたと。100人目ぐらいまでは覚えていたんじゃんかっていう話で。わかんないもん、そんな話。武器を取り上げていたことになってたでしょ？源義経さんは、ひらりひらりと、それ、刀をね、預けたはいいけども、帰ってこなかったっていう例が絶対どうせある。返却するとき間違えて。わかるでしょ？ありそうかなさそうかで言うと、現代だってありそうな。気するじゃないですか。そんな100人も200人も来られて、誰がどれらのものだったかって、その印とかしっかりねチェックしなかったら絶対無理じゃないですか。その当時番号札だったかどうか分からないですよ。番号札なんか簡単に偽造されたどうしようもないじゃないですか。で、刀を預けるのを渋ってなったのが源義経さんで、弁慶を家来にしたっていうことにしてるでしょ。だから源頼朝さんっていうところが結局兄であって、その家系も天皇家の子孫でっていうところをちゃんと開示して、それで京都の、あの門番を教えた役人さんもすいませんでしたっていうことになってこっちも野党に襲われたら困るからっていうのが義経さんの立場で、頼朝さんに言われて、弟だから日踊り越えとかを探索させられて、崖か坂ぐらいだったかどうかわからないですよ。多分足踏み外して転がり落ちてしまったもん。で、その話を戦の話でかっこいい武勇伝になんとか仕立て上げなあかんっていう、その下々のね、一般人の人たちのかっこいい話しとったら許してくれるはずやからっていうよくわからない考え方馬に乗って日踊り声を駆け下りていって平家の大将の声を絶対嘘やから山登って一回崖とかの下見たらわかる。木いっぱい生えてるからあんなとこ降りていかない。馬も一緒に転がり落ちる。平家からした。両方とも天皇家の人。誰か崖から落ちてきたぞっていうことになるから。大丈夫かっていうことになる。普通は絶対そう。まあ多分、坂、もしかして鎧着で坂が下っていた。鎧重たいでしょ。足止まらなくなって。転がって落ちていった方かもしれない。ありえる。刀とかも山登っても足腰もガクガクなって。もうしんどい。カエルに変えられない。戻ろうと思ったカラスガラの水源地、その当時あったかどうか知らないですよ。あそこまで戻ったら水飲めるけどどうしよう。
進むしかない、でも体力つきかけてゴロ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 、ごめんなさいね、もう時刻はもう22時回ってるんで、もうこれぐらいにしておきますね。もう今気がついた、おまあ声のボリュームを抑えて、まあ皆さんチャンネル登録と着信通知の設定戦なんか絶対しないですから、もうちょっとだけ言わせてくださいね。現行の乱、本当に攻めてきたと思います。今の日本の国境で人口4000万人ぐらいですよ。朝鮮半島と台湾と満州国を全部併合してた時に1億2000万人ぐらいの数、きつい冗談です。1億人という数がとんでもない数だっていうことを認識できてなかった人たち、だからテレビとかを見て、凄まじいマインドコール、マインドコントロール、まあ、上の方の人たちも昔からの話投げ出してる方だからモンゴルという国の人たちの人口を見てみましょう。300万人ぐらいどこの国も表記してる人口の大体3分の1か4分の1ぐらいなんです。いろいろなことがあったから、その国境がコロ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 変わっていたりだとか、だからもうその国土面積で見て本当にその人口いそうかどうか、それ考えたら分かりやすいです。本当にそんなね、人口で中国大陸を制圧できたと思います？どうですよ。しかもモンゴルって北海道より北の方の位置にあるわけじゃないですか。いや、山登ってね、それ秋とか春でもそんな山の中でね、夜迎えたら夜に突死しますよ。本当に寝られん寝られん、もう寒くて嘘が大きすぎた。中国大陸制圧して西の方ヨーロッパの十字軍と戦っていたこんな話海外に持ち込んだって、そこの国がその歴史を認めてるかどうかによって、伝わってるかどうかによってですよ、頭おかしいやつ来たとしか思わねえんからある意味そういう嘘で渡航制限かけようとしたのかもしれないエネルギーの存在に思わないそんなアホみたいな話海外って言うとヨーロッパから追い出されるかそんな距離歩けるわけないやろ自分でええから歩いてみろ水筒の中身がなくなってきただけでめちゃめちゃ慌てますよ本当に僕も河川の撮影で大川瀬ダムっていう兵庫県加東市の東の方のダム、隣が三田市なんですけども、そこからね、東条湖、鴨川ダムっていうところのその河川、東条川、その川が、加古川まで続いてるんですけども、そこを撮影しに行っていて、途中で道わからなくなって、道わからなくなっていたと、わかっていたとしても、やっぱ自分なりに、調査しなきゃなんないなと、ゴルフ場の跡地で何かクレーンが立ってると、またどうでもいいようなものを作ろうとしてるんじゃないかと。まあそういうわけでね、ちょっとある程度の距離まで行って撮影して、で、一回ね、道外れたらもう戻るのが大変で、山の中だから。周り木ばっかり。もう日暮れの頃には、もう完全に日が沈んだ頃、水筒の中身全部なくなってるんです。周り田んぼだらけ。自動販売機、コンビニエンスストア、そんな悠長なもんないですよ、なかなか。駅まで到着して自動販売機見つけて、さすがにその時は僕はメロンソーダを買いました。普段そんなジュースなんか買わない買わない。今日も遊んでなかった。まあけど阪神タイガース負けました。もう家の中でも、ちょっとね、もう本当体がしんどくて、もう寝転がっていて。19時前ぐらいから。で、まあ、巨人が勝ってると。はぁ、皆さん、チャンネル登録、着信通知合わせてよろしくお願いいたします。その水筒の中身がね、なくなっただけでどんな気持ちになるかって、あんなふうに受けてる。その動画、YouTube 一覧表っていうところから、河川水門開閉式ダム発電
その前に、まあ、自然再生可能エネルギーっていうワードがついてると思いますけども、過去側編のところから見れたと思います。最後の方、最後の真っ暗闇の中でこう、空のペットボトル3つ映してますから。一つはもともと野菜ジュースとかが入ってたもので、もう一つもそうだったかもしれないです。その二つは、まあ合計すると、まあ2リットルぐらいあるかもしれないんですね。で、まあもう一つのペットボトルは、まあ何百ミリリットルかのもので、まあそれなりには水持っていってるんですよ。ですけど、まあ、もちろん足らなくなりますね。あの距離歩いてた。48.8 キロ歩いてました、その日。それでもね、兵庫県の、それ、三田市の、辻ヶ丘の近くの駅の、駅で降りて、そこからバスに乗って、辻ヶ丘を横断するような形の、まあ、最終的には終着駅がまあ辻ヶ丘の範囲内なんですけども、まあ、そこから徒歩で歩いてるんですが、兵庫県の市市三田市から加東市のところを歩いて、まあ小野市ぐらいからかな、電車に乗ったのは加東市から小野市かちょっとよくわからないんですけど、加古川線 JR のそれでも 48.8 キロで、途中でほとんど、休んでないですよ。昼ご飯食べた時ぐらいで、それでもあれぐらいの距離しか歩けないんですよ。そんな西の方の赤十字軍と。無理、そんな距離。何ヶ月かかるかわかんないから、どうせ、もう春とか秋、もう、この間モスクワのニュースでも雪降ってますじゃん、5月でも。無理だから、そんな距離絶対無理だから、モンゴル帝国のせいにしよう。ホラーが大きすぎる。ホラー浮き、要するに嘘ですよ。フェイクが大きすぎる。学校教育で、その昔の戦国時代の話、もう大体嘘だと思っといたらいいですよ。そんなに戦ばっかりしてたら人口もつくわけないですか。誰が畑耕すのって、治水工事とか飲み水だって大変なのに。またこのどうしようもない世界、本当どうりで秋田県雷になるわけや、秋田書店って。精霊一匹の胸出してる演奏って、雷がだいぶ厳しいですよ。今日のニュースウォッチ内にちゃんと自分で見たり確認してみたら分かりますよ。カピタリマークついてました。以上です。